はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちらの背景見てわかるかと思います、またですね、山梨に来ておりまして、花富士食堂さんにお邪魔しております。で、こちらのお店さんですね、僕の動画だと前回とんでもないガーリックステーキ定食というね、漫画盛りのね、ご飯とともにヤバ盛りというね、一番でかいデカ盛りのセットをいただいたんですけれども、本日はですね、この定食ではなくて、こちらの花富士さん、いろいろと揚げ物がございますので、その揚げ物をね、お店お任せでデカ盛りで盛り合わせをいただこうと思ってます。で、ちょっとね、車なので飲めないんですけれども、ノンアルコールビールなんかもいただきつつ、どれがね一番合うのか検証しながら、今日はその揚げ物を食べていこうと思います。で、もちろん本日もこちらガジュさんと一緒に来ておりますので、ぜひですね、まあ、ちょっと検索してもらって、このガジュさんの動画を見てください。ちなみに今日は何食べるんですか？今日はね、焼肉定食と、焼肉定食とザルそばですね。ザルそば。焼肉定食のサイズはヤバです。もちろんもちろんヤバ盛り。ザルそばはザルそばもちろんヤバヤバ。大丈夫ですか？今日はそんな感じでですね、二人でデカ盛り食べていこうと思います。もうすでにね、こう厨房から揚げ物の音を聞こえてますので、完成するまでね、もう少々お待ちたいと思います。ということで、ただいまですね、僕のこの揚げ物盛りの方が先に到着しました。正直想像の倍ぐらいはすごいですね。で、まぁ、ちょっと事前にね、今日はこの盛り合わせで絶対にご飯食べれないなと思ったので、白ご飯は注文しておりませんが、この揚げ物だけでもやばいと思う。で、おそらくですね、まぁ、僕が揚げ物の盛り合わせなので、食べる時間僕の方がかかるかなということで、ガジュさんまだ食べてないんですけれども、ちょっとですね、先に今日は食べさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと一旦お先に失礼します、はい、ちなみにこうなってくるとどこから行っていいか全然わかんないですね。まずちょっと僕ずっと気になったから、唐揚げでかっ。普段でもでかいですね。普段ぐらいが今僕の顔と合わせるとこんな感じですね。めちゃくちゃうまそうなのこれ。と先にいただきます。いただきます。うまっ。ニンニク効いて、塩ニンニク唐揚げみたいな感じですかね。うわ、ガジュさんの、これガジュさんのザルそばがメガ盛りですね。そうですね。これでなんか5玉つってましたよね。5玉、うん、多いなぁ。それにてメガヤバの定食か。あ、でもやっぱこの唐揚げめちゃくちゃノンアルも合うし。ノンアル頼むわけですか？そっか、ノンアル頼もうか。ノンアルお願いしていいですか？ノンアルね。はい、ありがとうございます。ちょっとせっかくなんでね、今日揚げ物の盛り合わせということでノンアルもいただきました。ちょっとこれとね、一緒に唐揚げいっちゃいましょうか。うわ、最高じゃない俺。うわ、サクサク。うまい、うまい。あー、幸せ。あ、幸せ。うーわー、いや、めっちゃうまそうですけど、これあー、やばい、でかい。てか、僕前回ヤバ盛り頼みましたけど、その前回のヤバ盛りよりキャベツ多くないですか？いや、多分この唐揚げ1個でお肉だけでね、100g 以上あると思うんだけど、これの確かヤバ盛りの定食が唐揚げ16個だからね。で、唐揚げ定食だと唐揚げが16個でお米が1升ですもんね、多分今だと。絶対完食できないな。うん、うまっ。このあたりでちょっと茶色系、これ多分ね、ハムカツなんだけど、めちゃくちゃ分厚い。これ、ね、四角いハムカツで、厚みはね、こんだけありますよ。やば。一旦ね、ソースつけずいただきます。うわ、ハムカツうまっ。
このハムカツめっちゃくちゃうまいわ。うん、うまっ。この厚みなんだけど、多分ゆっくり揚げてるからしっかり中まで熱々でホクホク、むちゃくちゃうまい。うん、あ、これ、うん、これもビールだな。エビフライいっちゃいますか。エビフライもでかいよ。画面越しだとサイズ感伝わるかわかんないんだけど、この一尾めちゃくちゃでかい。うん、うまっ。あ、全部うまっ、全部うまい。ましたね。いただきますね。全然減ってないじゃない。そうですね。先食った割には僕も減ってないですけど、ラジさんもそれやばいですね。やばいですね。じゃあそろそろちょっとね、この天ぷらゾーンから、ね、天ぷらで一番好きなのがこれアスパラなんですよ。ちょっとこれね、アスパラを天つゆで。うん、うん、うまっ。野菜甘っ、甘い、甘っ、アスパラ甘っ。ちょっとエビでもいっちゃおう、これ。なるほど。うまっ。あ、オクラだ。珍しいね、オクラの天ぷらです。天ぷらうまいっすね。天ぷらめちゃくちゃうまいっすよね。うん、頼んでないけど来てよかった。頼んでないけどね。そしたらちょっと上から行かないと崩れそうなんだけど、ちょっと具材寄せつつ、ここら辺の天ぷら、やっぱ揚げたてのかき揚げがうまいからさ、ちょっとサクサクのままいただきましょう。これね、もう持っただけでサクサク感伝わるよ。味噌汁もある。うまっ。こんだけ今花藤さん食ってて思ったんですけど、揚げ物作るの上手すぎません？油切りがすごく良くて、ジュクジュク感とかかき揚げも全くないんですよ。だずっとサクサクというか、うん、まっ。味変のマヨネーズあります。その焼肉も後でマヨネーズつけたら超うまそうですね。焼肉1個食べます。なんか交換します人、なんか交換しましょうか、ね、今ちょっとですね、あのガーデさんの定食の焼肉いただいたんですけど、これで1枚よ。いや、ちくわって、でもこれ食ったら飯欲しくなっちゃう。あります。うわっ、うまいっすね。うわ、好きなやつ。あ、これ絶対次頼もう。うまいっす。おいしい。すごい。何食べてもおいしいわ。しいたけね。かぼちゃもいいっすね。天ぷらのかぼちゃってめちゃくちゃ甘くない？このさ、甘くてホクホクした感じ。あ、うまっ。うん、何食っても抜け目なさすぎるわ。全部うまい。すでに20分食ってるけど、山が変わってない気がする。全然変わってないです。全然変わってないですよね。
ずっと山なんだよな。これなんすかね。なんだ、チーズフライとかチキンナゲットとかなんか、なんだこれ。あ、なに、豚バラかなんか。豚バラ、おい。うまこの豚バラ、うまっ。めっちゃうまい。ちょっと今日初のソースかけさせていただきます。でもほんとこの豚バラやばいよ。油がね溶けるぐらいなんだけど、ここにソースかけたら絶対うまいと思うんだ。うまっ。なんかせっかくご厚意でいろんな味変もらったんですけど、うまくて何も使ってない。でこのとんかつも気になるな。とんかつかな。分厚。でもね、分厚いだけじゃなくて、もうこの断面からちょっとね、肉汁が溢れてるの。まあ、これもチキンカツかな。多分チキンカツだけど、こんなにパサついてないチキンカツ初めて食べた。とんかつと思って食ったら騙されるぐらい脂すごいっすよ。で臭みないし、やわらか、うま、出会ったことないうまさ。うん、今日楽しい。楽しい。じゃあ今度こそ一旦こっち多分とんかつかな。こちらが間違いなくとんかつかと思います。次こそはね。あ、そう、うわ、うまっ。さっきのチキンと比べるとこう厚みは結構こう薄い感じなんですけど、なんかね厚みねこんぐらいなんだけど、噛むとねもう肉汁、ほんと冗談抜きでめっちゃうまい。なんだこれ、めっちゃうまいしか言ってないですよ今日。今日めっちゃうまいしか言ってないですね。ただ普段だったらこんだけうまかったらいくらでもむけちゃいますよって言うんですけど、ちょっと今日はこの揚げ物の山を見て言えない。じゃあちょっとね、これちくわ天でございますね。ちくわ天ってうまいよね。肉厚。うん、ちくわが。今日贅沢したい時のお酒のおつまみ買ってくるやつ。うんうんうん。そうそうそう。お魚の味しっかりしますよ。香りが。うまっ。うん。うわ、うまっ。ちょっとこの贅沢なナスで。おお。うわ。うん。うわ、夏とろっとろ。あ、今日ナス1位かも。ナス1位かも。マジさん、ナスありました？ナスない。1個食べます？ほんとそのナスマジでうまいんで。うわ、やばくないですか？うん、溶けた。溶けますよね、マジで。やっぱ時期も時期だからか、こう、えぐみもないし、本当に水分の塊みたいな。うん。さすがにここに来てのトレードした焼肉はちょっと重い。てか逆にここの揚げ物はなんかこう、油切りがいいから、むしろこういう焼肉とか、ガーリックポークみたいに、そっちの方がむしろ重たいというか、揚げ物が軽く感じるぐらい油がね、しっかり切れてるんで、蓄積されたダメージはきっと計り知れない。今後の溜まったダメージは何も考えてないです。ただ今日はあの
こういういろんな揚げ物をいただいたから、このノンアルと合わせてね、どれが合うか決めましょうみたいな話したんですけど、お腹いっぱい怖くてビールが全然飲めない。ちょっと、今回ですね、これもチキンカツソースかけたんですけど、こんな感じで味変をいただいてるんですよ。で、この中のタルタルちゃんを、どっぷりと、そうそう、タルタルでね、チキンカツちょっといただきます。うまっ。これ1位かな、チキンカツ。これだけ、一通りね、揚げ物いただいて、個人的な1位はまさかのチキンカツですね。さすがに僕も今、油がっついっす。絶対これ、下の揚げ麺食いきんねえな。今ね、このドライゼロ飲み終わったんですけど、もう満腹がだんだん来てますんで、ちょっとおかわりは控えておきます。無理。最後、すごいの出てきた。アナゴ。でっか。でっか。うんまっ。脂すごい。うん。ブリンブリンだし。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してくれるお客さんがいなくなると、頑張りパワーが減りますね。帰っちゃうと。無理待って。ここ待って。本当に苦しい。でも、もうそろそろママにパックもらおうかな。今回はね、揚げ物をお任せで注文したんですけれども、デカ盛り店でお任せ注文すると、やっぱこう言ってもやばいね。あとですね、具材の揚げ物は、フライはこのトンカツ2枚だけと、天ぷらが4個かな。一応、この揚げ麺以外のね、乗ってた具材であるこの揚げ物のゴールは見えてきました。揚げ麺はちょっとごめん。今日絶対持ち帰ると思うわ。うん。ちょっとですね、本日この揚げ麺の方はお持ち帰りさせていただくとして、上に乗ってるね、この具材の揚げ物のこのナスで最後でございます。いやー、うんということで、ごちそうさまでした。はい、本日はですね、こちら僕は2回目かな、花藤食堂さんで、ママにですね、お任せで揚げ物をお願いしますと、注文したところ、本日はこんな感じで揚げ物の山が登場しました。今回ね、提供いただいたこの天ぷらだったりとか、一部、通常では営業で販売してないメニューもございますが、本当に全部美味しかった。こんだけね、揚げ物揚げてもらってるんだけども、その食材とか、まあ、フライだったりとか、天ぷらだったりとかによって、その温度とか、で、多分揚げる時間とかもね、しっかり管理されてて、全部がね、こんだけ具材違うのに、ジューシーだったりとか、油切れもいいし、1個2個、1品2品食べるのであれば、全然重たくないし、カラッと揚がった美味しい揚げ物でございました。ぜひですね、この花藤さん、もちろんこの定食系ね、まあ、こう炒め物とかも複数あるんですけども、揚げ物も絶品ですので、ぜひですね、皆さん、こちらの揚げ物を食べてみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。